フリューアーカイブ始まるよ。ということで今回はバンドカズサさんを紹介していきましょう。さあ始まるざますよ。行くでガンス。ふんがまともに始めなさいよ。さてまずはバンドカズサさんのプロフィール紹介です。年齢は15歳、誕生日が8月5日、身長は155センチ、トリニティ総合学園1年生、部活は放課後スイーツ部に所属しています。趣味は普通にスイーツを食べること。 CV は夏吉優子さんが担当しています。公式の紹介文では、トリニティ総合学園所属、放課後スイーツ部の部員であり、急遽結成されたバンド、シュガーラッシュのメインボーカル兼ベース。口が滑ったせいで、メインボーカルを担当することになる。しかし彼女の性格上、逃げたりはしない。みんなと駆け抜ける騒がしい出来事も今はすっかり慣れていて、バンドのことも平然と受け入れている。私たちの歌を聴け、と紹介されています。女子高生といえばやはりバンド。みんなイケイケの服装になってさらに可愛くなりましたね。視聴者アニキたちはスイーツ部のバンド衣装はどの子が一番好きかな。ちなみにバンドメンバー集めはみんながギターをやりたがるそうなのでドラムが引っ張りだこらしいよ。軽音とかボザロが流行った時にギター買ったけど挫折した兄貴も多いんやろなって。バンドでモテモテになりたい人生だった。無理だな。さて、お次はボイスを聞いてみよう。別に大した意味じゃないんだけどさ。何かあったらいつでも言ってって言ったの。まだ有効だからね。大した意味ではない。たまにちょっと距離感が近すぎたんじゃないかって思う時があってさ。今さらすぎ。先生、今日時間ある？ん？いや、別に大した用事はないんだけど。あっち向いてホイをやるべき。みんなどこにいるんだろう。隣にもロックな温泉開発部がいますね。ここで歌ったら浮いちゃうよね。ちょっと歌ったらお腹空いてきたな。歌った後はスイーツドカ食い気絶部。うわ、人大丈夫？ここ目立ったりしないよね。まあ考えすぎか。キボトスはルール無用だからセーフセーフ。いらっしゃい先生、ちょっと練習手伝ってくれない？先生もバンド参戦。お、マイクに興味あるの？先生も一曲歌ってみる？世代差で歌った歌が伝わらない展開ありそう。何か必要なものでも？またつついて。今度こそ怒るよ。そう言われたらつつきたくなるよな。もう用があるならちゃんと言葉にして。怒られちゃった。こんにちは、今日も様子見。私ばっか見てないでちゃんと集中してよね。こら、ダメ。どこ触ったんですかね。進捗状況を見に来たの？まあ先生、こっちこっち。この笑顔、めちゃかわすぎる。せっかくだから、一曲、歌ってあげようか。イベントのライブシーン、気合入りまくりだった。なんてね、冗談冗談。本当。ん？マスク？もう、先生が思ってるようなのとは違うよ。え、ここはどう思ってたんだろ。思ったより動きやすいね、これ。普段着のレパートリーに入れようかな。若者ファッション。ここで練習を、するのは、さすがに迷惑だよね。騒音クレーム来そう。クソかわいい。ほら、早く。あーして、落ちる前に。イチャイチャしやがって。さて、お次はつかみモーションを見てみましょう。ここで歌うの？イカれたメンバーを紹介するぜ。待って、先生。余計目立っちゃう。ボーカル、カズサー。キーボード担当、アイリー。やっぱ私しかいないんじゃない？
ギター担当、ヨシミー。ヒヤーヒヤーヒヤー。ドラム、ヨシ。うぅ、多いなぁ。さて、お次はバンドカズサさんの戦闘スキルを見てみましょう。はじめよ。一体いつまで続くんですか。知らない。何これ。うん、いけるよ。バンドカズサさんの戦闘スキルは、公式のアロナちゃんによるスキル紹介にて、シュガーラッシュのボーカル兼ベースのカズサさん。EX スキルではご自身を中心に、遠景範囲内の味方の攻撃速度を増加させ、さらに自身にシュガーラッシュを付与します、と紹介されています。全然関係ないんだけど、みんながバンドカズサちゃんをバンカズって略して呼ぶたびに、バンジョーとカズイを思い出すのは僕だけじゃないよね。皆さん、お疲れ様でした。まるでボッチちゃんみたいになってる。やめなされやめなされ。結構いけるんじゃない。さて、最後にバンドカズサちゃんのメモログを見てみよう。ここのお口開けるカズサちゃん可愛すぎー。ほら、早く。あーんして。あーん。落ちる前に。カズサちゃんの舌打ちでしか得られない栄養素がある。先生が食べてくれないと、私も食べらんないから。はい。あーん。これ完全にバカップルだろ。大丈夫？先に食べて。間接キスでドキドキはラブコメの特権。え？このスプーン、カズサの年？え？あれ？判断が遅い。キャスパリーグ。それにしても可愛いな、あの女の子たち。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので、感想やフォロー、動画のいいねとチャンネル登録も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。僕が制作した同人エロゲ、ネメリスちゃん RPG が DL サイトにて好評発売中なので購入をなしゃす。では、サラダバー。